はい、さあ1年です。今回はですね、宜野湾トロピカルビーチを紹介していきましょうね。このビーチはね、地元うちなんちにね、すごい愛されてる大好きなビーチなんですけれども、那覇空港からね、西海岸道路ってトンネル、海中のトンネルね、あそこを通って海沿い通っていって、バイバスって言うんですけどね、そこを通っていって大体30分から40分ぐらいかけて行くところなんですけれども、で通称ね、トロピーって言われててね、中部地区、沖縄の中部地区でね、すごい代表的なスポットになってます。でここは人工のビーチなんですけど、白い砂浜で、あとは青い海ね、あと青空もすごいし、あと夕日のね、夕方になったらサンセットを見られるっていうのと、あと最後のね、ポイントなのは、バーベキューができるっていうところで、非常にね、人気の高い、うちなんちもそうだし、米軍基地の人たちとかの外国人、観光客もね、ちゃんといるんですけど、そういった、みんながね、結構地元の人たちが集まるようなスポットになってますんで、そこを紹介していきますので、ぜひ、最後まで見てくださいね。はい、よろしくお願いします。で、基本情報なんですけど、1993年の5月からね、ここできてみてですね、結構やっぱ昔からありますね、約30年前ぐらいからあるようなビーチなんですけど、遊泳期間が4月の下旬ぐらいから始まって、10月の30日まで、11月になる前、10月いっぱいまでが遊泳できるっていう期間になります。でコインロッカーと、あと、シャワーとトイレと、売店とかね、あとは無料の駐車場が180台使えるっていうところがあって、これが設備がしっかり整った、管理されたビーチになってますね。で、遊泳時間が午前中の9時から夜の、7時まで。で、あとは利用時間ね、このビーチの利用時間というのが9時から9時半までっていう形で、これなんで誤差があるかっていうとね、今さっきも見えたと思うんですけど、うちのうちの人たちとかは、海でね、ここのビーチもそうですけど、バーベキューできるんですよ。このベンチ借りてね、バーベキューセットで焼いてね、食べてで遊べるようになってるので、その時間は夜9時までよ、泳げるのは7時までよっていう感じで分かれてるっていうのが、ちょっとポイントなので、遊ぶときは9時まで大丈夫っていう感じですね。で、このレンタルの利用料なんですけど、これがコインのシャワーね、シャワーが100円ですね。で、ロッカーが200円かかります。使っても使わなくてもいいけどね、全然ここは、もう皆さん決めても大丈夫です。で、ベッドチェアってあるじゃないですか、今ちょっと見えてましたけど、寝るね、ビーチの、ね、砂浜で寝るこのチェアね、これが1日1000円。で、あとパラソルね、今見えてますけど、このパラソル、これが1000円ですね。で、あとさっきバーベキューしてる人たちが見えてたと思うんですけど、そこにあったダブルのベンチ、20名から25名ぐらいね、テントの屋根のテント付きなんですけど、それが使えるのが1日8000円から1万2000円ぐらいって書いてますね。で、あとシングルのベンチっていうのもあって、10名から15名ぐらいのベンチ、座れるベンチ、これは5000円ぐらいで買える、そんな感じですね。で、このベンチ借りてね、バーベキューするよってなったら、機材とかないじゃないですか、このコンロとか、こういうのも全部貸し出ししてくれます、5000円とか。で、プラス食材もプランがあってね、この、トロピの中で、この肉が豚肉だよとか、牛肉だよとかね、大容量のものとかっていうのプランがあって、これの1人1人前で頼んでいって、で、もう何もね、持たないで、手ぶらで遊びに来れるっていうのがね、バーベキューしに来れるっていうのも一つ特徴になってますんで、県外からね、来たりとか遊ぶんだりとかするときも、ここで、そのまま、手ぶらでね、バーベキューも楽しめるっていうね、うちなんちがよくやる遊びですんで、ぜひこれも試してみてほしいなと思いますね。で、僕もね、やっぱり旅行に行くときね、ガイドブック見たりとか、あと、いろんなとこインスタとかでも調べたりしてね、行くんですけど、やっぱなかなかね、情報とかも偏ってたりとか、あと地元のうちなんちのね、どんなって遊んでるのかなってもわからなかったりとかするようなことがいっぱいあると思うので、このチャンネルではね、動画で見ていただきながら、実際に雰囲気感じてもらいながらね、あとはうちなんちも僕がね、こんな地元でこんなって遊んでるよとかね、いっぱいビーチ回ってるんで、このビーチこんな特徴あるよとか、そんな感じで、この観光地はこんな面白いことあるよとかね、そういうのをね、紹介していくようなチャンネルですので、ぜひね、チャンネル登録いたしくお願いします。はい。でね、もちろんね、その他のことも喋っていきますので、ぜひね、そこもチェックしてみてくださいね。で、あと、
ここのねビーチの特徴、うん、どんどん紹介していこうと思うんですけど、ここはねやっぱ地元の人が集まるっていうのはやっぱバーベキューがあるからっていうのと、あとねよくねうちなんちの人たちは T シャツ着てで遊びに行くよとかってあると思うんですけど、ここのトロピカルビーチはね一番 T シャツ着て遊んでる人たちよく見れると思うんです。面白くね焼けたくないからねうちなんちの人たちは。結構ね、うちの人たちがここで遊んでて、で、今見えてるように防護ネットとかが貼られてるっていうのがね、一つ良くて、ハブクラゲっていうクラゲがね、やっぱ刺されたらすごい痛くて、本当、病院に行かないといけないとかっていうこともあるんですけど、こういうのを入れないようにして防護ネットがある、この人工のビーチですね。ちゃんと管理されてるよってことですね。で、ここは、人工のビーチってあったんですけど、砂をね、持ってきてから作ってるんで、今見えてる左側の砂利、なんていうの、石がちゃんと石畳みたいな、ちゃんとね、ここで、入ってこないように浅瀬になってるようにしてるっていうところがあって、砂持ってきてるんですけど、天然のビーチじゃないんで、草履ね、島草履とか履かなくても、ちゃんとサラサラの砂なので、痛くないので、裸足でも歩けるような、そんな、砂浜になってます。みんな大体砂浜はね、天然のビーチだとね、もう本当にゴツゴツしてるから、スリッパ、もうビーチサンダルでも歩けないぐらいゴツゴツしてる、危ないんですけど、こういうね、人工のビーチはちゃんと歩けるようになってるので、大丈夫です。で、ここはね、結構ね、特徴的なのは、この防護ネットが張られてるところまでも浅瀬でね、大人なんだらね、全然足がつくぐらいの、ビーチなんですよね、深さなんですよ。なので、結構ね、こうね、奥の方まで遊びに行けるっていうのも一つ特徴です。で、今見えてると思うんですけど、ビーチ の砂浜もすごい広いので、子供たちと遊んだりとか、あとね、ビーチバレーとかビーチサッカーとかね、そういう風に遊んでる人たちもいっぱいいます、ここは。で、波打ち際で子供と遊んだりとか、あとはもうね、奥まで行って大人も結構楽しめるよっていうような、家族が来ても、ね、全然遊べるような、そんなビーチになってますね。で、ここでね、ハブクラゲとかはね、ちょっと注意してほしいんですけど、ハブクラゲとかは、この浅瀬の方にいたりとか、この防護ネットの別のところで、ハブクラゲとかがいるんで、大人の人たちもね、結構注意して見てないと、子供が刺されたよとかね、大人の人でも全然もちろん刺されたりとかもするんで、気をつけてくださいね。うん、僕はね、結構地元なんでよくわかるんですけど、トロピカルビーチで刺されたとかってね、やっぱいっぱいいるんでね、ハブクラゲで。で、ハブクラゲもし刺されたらね、もうビリビリって電気が来るみたいな感じらしいんです。僕も刺されたことないか分からんけどね。だけど、その時には必ずもうすぐ海上がって、で、もしこのクラゲがついてたらね、押すかけて、で、病院行くっていうような感じなんで、こすったりとかしちゃダメなんで、そこだけ気をつけてくださいね。で、ここはね、今からね、今画面で見えてるように歩いていって、先の方にね、歩いて行く途中にここの右側の方にもねちゃんと海があって、ここは遊泳禁止なんですけど、海がちゃんと見えるテトロポットがあって見れる。で、ここでもね休めるようになってたりとか、あとこの先の方に行くとね夕方夕日が見えるんですよ。そういうスポットになってるので、この先の方に行ってもらうと、みんなね別に泳いでなくても散歩したりとか遊びながらとかね、そういう風に来て、で夕日を見るっていうような楽しみ方っていうのもできるので、ここはねまた一つポイントだと思いますね。もう本当に海に遊びに来るだけじゃないよっていうビーチですね、ここは。で、この先の方がぐるっと回れたりとかですね、散歩コースもできますし、この海見ながらね夕日が見れるっていうのも一つなので、ぜひね遊びに来るときは海に遊びに来るっていうだけじゃないような遊び方もしてほしいなと思いますね。はい、はい、で、そしてね、このね今見えてますけど、上の飛行機が飛んでますけどね、宜野湾市の普天間基地があるところなんですよ。なのでこういうね米軍地のね飛行機が見えたりとかね、そういったところもね一つすごい音だからねびっくりすると思うんですけど、これもまた沖縄のね、地ならしさなので、ぜひここも楽しんでほしいなと思いますね。はい、で、ここからずっと進んでいって、最後見えてくるんですけど、宜野湾のね、この、トロピカルビーチは、海浜公園っていう、ね、コンベンションセンター、施設になってるんですよね。で、野外の海浜公園ってなってて、野外のステージやってたりとか、あと、有名なところで言うとね、安室奈美恵がコンサートしたり、ケツメイシとかね、
そういう人たちがコンサートしたところでもあるんで、たまにね、コンサートしてる時にね、このトロピカルビーチ、トロピで泳いでると、音楽が聞こえたりとかするので、夕方とかね、結構サンセットがあって、見ながら、夕日を見ながら音楽が流れてるとかね、リハーサルの様子が流れてるとかね、そういうこともあるんで、だからまあ、運が良ければね、そういった時もね、いたら結構楽しめる、まあ、裏側も見えるっていうかね、そういうところもあって、トロピっていうのはね、みんな地元の人たちが来て、はい、これ、リハーサルやってるからって、ちょっと聞いてみようって、テトラポットね、さっきあったテトラポットのところでみんなで聞いたりとかするっていうような、そんなこともできるような場所なので、結構ね、面白い、違う体験ができるようなビーチですね。はい、最後ね、ここまでついてきましたね、もう、来ましたね。ここが夕日を見える場所ですね。はい。ここでね、みんなな、座ったりとか、まあ、ほんとダメだけどね、テトラポットのところに座って見たりとかするっていう、まあ、ここにちょうど日が落ちてくるっていうような形ですね。すごい、まあ、やっぱりいろんな楽しみ方ができるビーチですんで、泳ぐ、もちろん焼く、みんなで遊ぶ、ビーチパーティーする、でビーチスポーツ、ビーチのスポーツする、で夕日も見れる、であとはね、海浜公園のね、コンサートとかがあったらそれも聞けるっていうのね、結構ね、特殊な、結構面白いね、ビーチになってますんで、ぜひね、沖縄行った時にはね、来てもらいたいなと思います。はい、で今回はこれで以上になるんですけど、このチャンネルではね、皆さんが知っているような沖縄の観光地だったりとか、特に今回ビーチの特集とかね、そういったのをやっていきますんで、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。